より暮らし解説岩渕梢です。ロシアは主要な民族スラブ系のロシア人以外にもモンゴルやトルコ系のアジア系の人々も住み、ロシア人とは異なる文化、宗教、言語を保ってきました。このロシアの中にあるアジアがウクライナへのロシアの軍事侵攻の中で揺れています。石川一洋専門解説員に聞きます。石川さん、これロシアの中のアジア、だからアジアがロシアの中に存在するんですね。そうですね、それはロシアの歴史と深く関わっています。はい、13世紀モンゴル帝国がユーラシアを支配しました。その中でモスクワがモンゴル帝国に従属しつつ台頭して、そして15世紀に自立し、かつてのモンゴル帝国の領土を自らの領土に取り込んでいきました。はい、そのためモンゴル帝国の成り立ちとも関わる多くのアジア系民族がロシアの中に住んでいるのです。こうして今もですね。そうですね、あのロシアの民族の数は180と言われていますが、形の上では連邦制をとっていて21もの民族共和国が存在しています。例えばボルガ流域のカルムイク共和国はモンゴル系の民族で、このように寺院もあるんですね。ダライラマを信奉するチベット仏教を信じています。で、東に目を向けますとバイカル湖近くにあるブリヤート、そしてトゥイバ、ここもモンゴルと深いつながりのある民族で、宗教も主に仏教です。ただ同じシベリアでも、例えばサハやアルタイやハカシアのようにチュルク系の言葉を話す民族もあります。チュルク系、トルコですね。中央アジアからトルコにかけて広がるチュルク系の民族はもともとシベリアから移動したと言われています。さらに中部ロシアや南部のコーカサスにはイスラム教を信じるタタルスタンやダゲスタンのような民族共和国があり、イスラム教徒もロシアには大勢いるんですね。アジア系もたくさん住んでいるということですけれども、ね、じゃあそのロシアの中のアジアと言われている人々は今のロシアをどのように感じているんでしょうか。はい、ロシアの中でアジア人を自覚するですね、若者たちが4年前ロシアの中のアジア人、アジアというラシア、ロシア語ではですね、はい、を作ってインスタグラムなどで自らの伝統や文化を発信始めしたんですね。こういうグループで発信し始めた。そうですね、創立者の一人ワシリーさんは自身はシベリア出身のブリヤート人で、発信を始めた理由は、あのロシアではロシア人が全体の 80%、 国語もロシア語で、少数民族は自らの文化や伝統、世紀モンゴル帝国がユーラシアを支配しました。その中でモスクワがモンゴル帝国に従属しつつ台頭して、そして15世紀に自立し、かつてのモンゴル帝国の領土を自らの領土に取り込んでいきました。はい、そのためモンゴル帝国の成り立ちとも関わる多くのアジア系民族がロシアの中に住んでいるのです。こうして今もですね。そうですね、あのロシアの民族の数は180と言われていますが、形の上では連邦制をとっていて21もの民族共和国が存在しています。例えばボルガ流域のカルムイク共和国はモンゴル系の民族で、このように寺院もあるんですね。ダライラマを信奉するチベット仏教を信じています。で、東に目を向けますとバイカル湖近くにあるブリヤート、そしてトゥイバ、ここもモンゴルと深いつながりのある民族で、宗教も主に仏教です。ただ同じシベリアでも、例えばサハやアルタイやハカシアのようにチュルク系の言葉を話す民族もあります。チュルク系、トルコですね。中央アジアからトルコにかけて広がるチュルク系の民族はもともとシベリアから移動したと言われています。さらに中部ロシアや南部のコーカサスにはイスラム教を信じるタタルスタンやダゲスタンのような民族共和国があり、
イスラム教徒もロシアには大勢いるんですね。アジア系もたくさん住んでいるということですけれども、ね、じゃあそのロシアの中のアジアと言われている人々は今のロシアをどのように感じているんでしょうか。はい、ロシアの中でアジア人を自覚するですね、若者たちが4年前ロシアの中のアジア人、アジアというラシア、ロシア語ではですね、を作ってインスタグラムなどで自らの伝統や文化を発信始めしたんですね。こういうグループで発信し始めた。創立者の一人ワシリーさんは自身はシベリア出身のブリヤート人で、発信を始めた理由はロシアではロシア人が全体の 80%、 国語もロシア語で、少数民族は自らの文化や伝統、言語が徐々に失われていると感じていると。でまたアジア系の少数民族についてロシア国民があまりに知らない、まるで外国人のように扱われることもあると、そうした意識を変えるために民族の文化を発信しようと思ったと述べています。ロシアの人もあまり知らないんですね。そうですね、ロシア、今のロシアは形の上では連邦制を取っていますが、プーチン大統領の下で中央集権を強めていて、民族の文化がないがしろにされてしまうという危機感もあるんですね。でインスタグラムは当初は政治的な目的ではなく、それぞれの民族の文化を紹介しました。そうした投稿の中でシベリアの少数民族の映像を見てみましょう。これはトゥイバ共和国、遊牧で暮らす少年ですね。これロシアの中ですか。そうです。でモンゴルとよく似てますし、顔を見ると日本人ともよく似てますよね。こうして暮らす人々がいるんです ね、 ロシアの中に。そしてこれはその隣のブリヤートのですね、女性のたち民族衣装を着ています。こうした文化もロシアの中にあるんです ね。 そうなんですね。変わりましたねこうした文化的な発信をしていたんですけど、はい、賛同者が増えるとともに貧富の格差やですね、官僚の横暴、汚職などの社会問題も人々から寄せられるようになり、社会政治問題も取り扱うようになったということなんですね。徐々に変わってきたんですね。そうですね。ではそのロシアの軍事侵攻に関しては、このロシアの中のこのアジア人、このグループはですね、どんな立場を取ってるんでしょうか。はい、はっきりと反対の立場を示しています、はい、インスタグラムにも戦争反対と明示しています。先日私はですね、リモートズームでですね、ワシーリーさんにインタビューしました。Да, нам украинцы, они по сути нам не враги, мы не враждовали с ними. Да, есть споры у какого-то там, я не знаю, Путина, да, его окружения, он там что-то себе в голову бил. Но для нас-то это совсем как бы, ну, я не знаю, украинцы, ну кто они? Они нам не враги. То есть, ну, почему мы должны с ними воевать? そしてですね、戦争をテーマにした投稿が増えていったんですね。これはショイグ国防相ですけども、ロシアは近代的な武器を装備した最強の軍隊と述べているんですが、しかしその一方、戦死者名簿には少数民族の名前が並んでいますと、戦死した若者の写真ですね、そして葬儀の様子と、まあ、このように公式のプロパガンダでは伝わらない戦争の実態を知らせ、戦争反対を呼びかけているんです。でもそのロシアでは厳しい情報統制があると思うんですけれども、うん、この発信してるその発信者たち大丈夫なんでしょうか、活動家は。はい、ロシアでは戦争反対、あるいは戦争という言葉自体を使うことがですね、法律で禁止されています。はい、でワシーリーさん自身はジョージアに逃れて無事でしたが、仲間の中には警察に拘束され、裁判にかけられた仲間もいるということなんですね。で危険を冒してでも戦争反対を訴え続けているのは、少数民族の凶悪からの死者の割合がモスクワなど大都市に比べてはるかに多いからなんですね。それくらいなんでしょうか。はい、ロシアでは戦死者の名簿は公式発表は3月以降ありません。ロシアの独立系メディアが各地の地方紙での死亡広告や葬式などの情報などから8月までにまとめたところでは、全体の戦死者は把握できただけで5800人余り、はい、そのうちモスクワは15人、サンクトペテルブルクは43人、これに対して最も戦死者が多いのはコーカサスのダゲスタンで272人、次にシベリアのブリヤートで246人、
そしてトゥイバで94人と多くなってるんですね。モスクワの人口は1200万で、ブリヤートの人口は100万人未満。人口は10分の1以下なのに、戦死者は16倍となっています、はい。でワシーリーさんはですね、貧しさとプロパガンダが原因だとしています。シリアとかもたんばーっしゃらぼてにやったとし、えすりきをぜんじくこいにくいたんぐりぎょうにだたんたんげとおっしゃらぼてばーっしゃにやったらぼて。Поэтому люди идут. А если в Москве они как начнут собирать, ну кто там пойдет в Москве? Никто не пойдет. Жизнь добровольца это примерно 2-3 недели. Если добровольцы выживают месяц, как бы, это ну, редкость. То есть 2-3 недели, потому что они мало мотивированы, они где-то деньгами, они плохо обучены, они, у них плохая физическая подготовка, они не специалисты, никто. Они приезжают и кидают в пекло, они там. А この団体ではですね、アジア系の若者にですね、絶対に軍隊に志願しないよう呼びかけています。またあるいはですね、早く除隊するですね、兵士たちに除隊するようですね、支援も進めているということなんですね。こうしたその戦争反対の声っていうのは広がるでしょうか。はい、ワシリさんはですね、ロシアのプロパガンダの影響は強く、まだ自分たちの声は小さいと感じています、はい。で今懸念しているのはですね、ロシアの少数民族をロシア人という一つの民族に統合するかのようなプロパガンダがロシアで強く進められていることなんですね。一方、ロシア兵が残虐行為をするのはアジア系だからというですね、差別的な報道がされることもあることにも憤っています、はい。ワシリーさんは日本などアジア諸国にロシアの中のアジアの存在に関心を持ってほしいと訴えています、はい。そしてこちらがインスタグラム、そして YouTube のアカウント、こうしたアカウントを通じてですね、ワシーリーさんらと連絡や支援を送ることができます。あ、そうなんですね、はい。ワシーリーさんはロシアの中のアジアは決して戦争は望んでいないと訴え、兵士からの除隊を求める訴えも増えているということです、はい。今後ウクライナでの戦争で戦死した若者の棺が民族共和国のふるさとに次々と戻り、戦場の実態を経験したですね、兵士がふるさとに戻ってきますと、戦争の実態が隠しきれなくなり、それぞれの民族の自意識を目覚めさせ、ロシアをですね、揺さぶることにもなると思います、はい。石川一洋専門解説委員でした。次回は実現するか核融合エネルギー、土屋敏之解説委員。